どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、結構巷で話題になっているカオスロードっていうデッキ、皆さんご存知でしょうか。カオスライトロード型レビオニアデッキ、もともとランク戦で当たった方のやつをちょっと参考にさせていただいて回してたんですけども、これめちゃくちゃ強いんですよ。サンダードラゴンが規制されまして、ガチガチのゴリゴリの規制をされまして、結構辛くなったんですよね、回すので。そんな中でレビオニアが結局やっぱリンクスではスーパーパワーカードなんですよね。でこのモンスターをなんかうまく使えないかなっていう風に考えて作られたデッキがこのデッキなんですよ。めちゃくちゃ強いわ。ネクロバレーとか、あと、海空とか、あっち系の墓地除外止めるみたいな、あと、墓所とか、ああいう系の、あと、現世ね。そういう系の、カードは弱点なんだけども、そういうのなければ、めちゃくちゃ強い、すごい展開力と、すごい、手数、持ってるんですよ。キーカードはね、とりあえず、レビオニアは、絶対強いんで、これ3積みなんですけど、と、あと、目覚めとね。面白いギミックとしては、新ギミック。もちろん、この辺の魔法カードを引いて、魔法の使い手でこの辺のカードをこう展開の札として使っていくっていうのはあるんだけど、これね、カオスベトレイヤー、これ結構強くって、墓地、こいつが墓地にいる場合、墓地からこいつ以外の、光属性と闇属性1体除外すると特殊召喚できるよと。で特殊召喚成功すると、相手の墓地のカードを1枚除外できるよっていうと思ってるんで、結構知らぬいのなんかこの妖刀とか、キーカードですよね、何でも除外できますよっていう効果持ってるんですよ。これが結構強い、そもそもね。で、除外できるんで墓地から、カードを、だからエクリプスワイバーンとかとも相性がすごい良くて、エクリプスはこれ墓地を加えると闇属性が光属性のドラゴンを除外できるよっていう、で除外されるとその除外しておいたやつ回収できるよっていう効果なんで、これと相性がいいんですよ。でカオスベトレイヤーってやっぱ墓地に落ちて除外できるんで、それがやっぱすごく相性がいいんですよね、援軍とかソーラーエクスチェンジとかと。でやっぱ肥やしてカオスベトレイヤー出していくと、でレベル6なんですよこいつ。だからバルブとかジェットロンとかと7シンクロができるんですよ。これがすごく強いところで、プラス防御札、あとは、この辺のカイトロイドとか、助けるのとかいつもの通りなのと、これで、ね、新しく追加されたトワイライトロード、シャーマンルミナス、これ除外されているライトロードをライトロードコストにすると特殊召喚できるよっていうことなんで、まあ、こういったカオスベトロイヤーを特殊召喚した後に除外しといたライトロードを特殊召喚できたりとかっていうのがあるんで、たくさん入れると初動にならないカードなんで、あんまり。なんで、たくさん入れるのは良くないんだけども、まあ、1枚とか2枚とかは入ってていいかなと。あとは普通にいつもの来光と、ファイターの方。ファイターの方もね、これね、なんだかんだ強いんだよね、入ってると。召喚かリバースした時に、コストがちょっと重いんだけど、ライトロードを除外すると、フィールドのカードを1枚を選んで除外できるっていう。例えばもう、こういうデッキにめちゃくちゃ強いネクロバレーとか、そういう系のカードをやっぱり除去できるのがすごい強いです。召喚でも効果発動するんで。だからこれは1枚か2枚かあった方がいいかなっていう感じでね。あと闇属性だから。あとライトロードだからこの辺のコストになるし。でね、エクストラデッキが超むずい。これ超むずい。これはもう無限に迷ってる。入れたいカードが多すぎて、ちょっとね、枠足りないかな。俺が言いたいのは、ちょっとあと2枚くらいは追加してほしいなって感じ。リンクスにもそろそろ。もう、エクストラ6枚で戦う時代は終わったと俺思ってるから、そろそろまあ7枚か8枚かにはしてほしいなって思ってます。コナミさん聞いてますよ、コナミさん。というわけで早速ね、新カオスロードやっていきましょう。デュエルスタンバイ。カオスライド強いね、手数でね、なんかご利用してる感がある。結局サンダードラゴン時も使ってて何が強いかって、結局さあれやったやん、レビオニアが強いって話だったやん。だからレビオニアだけ出せりゃいいんだよな。ってことは結局ライトロードでいいっていう話はある。闇もね、闇ライトロードも結構今割と多くなってきたんで、さあプロトサイバーさん、とりあえずこのサイバーネティックオーバーフローありますよ宣言。召喚魔術、なるほど、召喚魔術なる。アレイスター入ってる系のいっけ、フュージョンサポートの効果使って除外しながらのランページで、ランページ効果、あ、なるほど、オッケー。ランページ効果、
はあ、はあはあ、了解で、コアとサイバー、あ、オッケー、了解、カードセットオッケー、セットオッケー、強い、強そう、ドロー、あー、こっちも強い、こっちも強い、いや、先救出か、先レスキューしよう、先レスキューするわ。これ捨てていいな、もうで、2個送ってデッキ圧縮しておいてからの援軍発動。さあさあどうするかね。ヘルカイザー両軍、ここで3枚の墓地を壊して、あー落ち方はまあそこそこいいで、ここでライトロードサマナルミナス行く。難しいな、どっちから先に行こっかな。なるほど、そういう感じね。1回ルミナスから説あるな。ルミナスから行くか。なんかブラックローズ通ったらワンチャン強いし、これは、あー、なるほど、オーバーフロー OK、 オーバーフロー了解で、墓地か、フィールドのプロトサイバーを除外して、あー、そっち OK、 はい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  OK です。で、こうしてこうして、あー、サモナルミナス一応残しよっか。こうか、転生あるしな、こうだ、はいはいはい、で、はい、着地、はい、こうか。お、まだなんかあんな、あんだ、お、なんもない、なんもないんか、大丈夫か、なんもない、大丈夫か、なんもないの、大丈夫か、なんもないの、ぶち転がすぞ、なんもないな、なんもないな、なんもないんか、お前、あれれれれ、あれれ、いいんですか。レベル8、レビオニアにレベル1、ジェットシンクロもチューニング。灼熱の号砲がどうのこうの。シンクロ召喚。はい、対戦ありがとうございました。手数多すぎる。さあ、お相手の方、カイバー社長をよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。強もう勝ちだろ。こんなの強すぎだろ。ハンド強。まず芝返します。芝買ってきまーす。ありがとうございます。なるほど、落ち方結構強いな。ジェットいるね、オッケー。カオスベトレイヤー落としていなっていう気持ちはある。落ちていく、しっかりと落ちていく。で、7シンクロ先か。デストロイサムライでぶん殴るとね、あいつ何もできないんで、あの人はデストロイサムライさんを作って、やつを投げると何もできないっていうね、効果あるんで、で、エクレプトエヴァン効果、レビオニア除外、で、ライトアサシン効果、はいはいはい、いいよ、今のところいい、いい感じ、で、デストロイ作っていく、あ、デストロイいない、やばい、やばい、マジか、デストロイ入ってない、俺、この敵、マジ、どうしよう、ブラッククローズいいか、ブラッククローズして、で、あいつ破壊する、はい、冷たい炎がどうのこうの、シンクロ召喚、ブラックローズがいる、はい、どーん、で、立て直します。カオスベトレイヤーの効果発動で、行き当たりばったり、展開このデッキでもね、ガチで行き当たりばったりしてもいけんだよ。で、カオスベトレイヤー効果発動して、チューナー除外しながら、エクリプスエヴァーンが除外された場合の効果発動で、除外されている、レビオニア回収して、で、ジェットロン効果、ジェットロン効果、手札1枚墓地送って、はい強い、はい最強、はい強すぎで、再フレームロード、ゼータ出していく、はい、よいしょ。で、光除外してもいいんだけど、ここ普通に出すか、ここ普通に出そう、ここ普通に出そう、攻撃したい、ここ普通に出そう、こいつでいいや、はい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 、どうとでもなるこのデッキ強すぎる。対戦ありがとうございました。さあ、前髪緊急事態宣言さん、よろしくお願いします。デュエル3倍、墓場の1丁目、また珍しいスキル使ってんな、墓場の1丁目強いな。前髪緊急事態宣言さん、あ、リフレクター、やばい、これあれだ、エンシェントでしょこれ、違う、これバスタービースト、あ、いいよ、
え、何上げんのこれ、何上げる感じ。だってさ、フィールド魔法張ってる時点でなんかちょっとおかしいもんな。で、これエンシェントじゃないのこれ。それはいいよ。やっぱさ、あのさ、リンクスってさ、やっぱフィールド魔法張れてるからさ、おかしくない。エンシェントフェアリーでさ、フィールド魔法何でもサーチできるってことじゃん。強すぎん？これどうせそのうち禁止なんだろこれ。で、1000回復して、で、持ってくるのがネクロバラ、やばい。いや、もうそのカード強すぎるんだよな。いや、これきついんですよね。ネクロバレーほんまにきつくて。いや、まあでも、雷光がいるからなんとかなるか。雷光がいる。雷光いるからなんとかなりそうではある。ストライクシーン使っちゃってコストなくなっちゃったパターンが一番やばいから、こうして、これでこうするしかないか。こうするしかないね。多分。これ多分一番、これが一番いいと思う、多分。まあ、召喚していけるんだけど、一応。召喚すると200棒立ちだから。ちょ、それはそれでやばくて。パラドックスギア、オッケー。ライトロードファイター雷光は、ライトロードを手札から除外できるんですよ。あの、墓地からもいけますけど、今墓地から除外できないんで、ネクロバレーで。手札から除外すると、フィールドカードを選んで除外するっていう効果があるんで、一応、ネクロバレーが除去できるんですよね。で、この効果は、リバースしてもいけるんで、リバースできれば多分ネクロバレーはいける。え？誰？やばいことした。ガチでやばいこと起きた。